初段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、原子棒銀、よろしくお願いします。振り飛車。これ、キモキモ金でいきましょう。キモキモ金。よし、出た。とりあえず出した。さあ、角でといて、飛車転換して、銀上がる。あとはノリで。え、そっちなの？金寄る。角がただこれはもらった大手飛車も決まっていく。これはもう相手うっかりですね。はい、ありがとうございました。先生の相手じゃなかですね。まあこういうこともありますね。はい、失礼します。2段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、早い石だ。よろしくお願いします。よし。キモキモでいきましょう。キモキモで。キモキモ金。よし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 。相振り飛車。さあ、やっていくんですが、こっからよくわからん。とりあえず、ついとこうか。これちょっと交換しておきましょうね。交換できなくなる前に。おっと、これはなんだ？下まで引く。これ避けるでいいんじゃないかな。避ける。これ桂馬で取って味がいいっていうやつじゃないんですか？キモキモ金って違うんですか？よく書こうかな。怖いね、これ。ああ、桂馬跳びやりたいよっていうことですね。ははははは。なるほどですね。引く。怖っ。ちょっと、もうちょっと囲いたい。銀出てくるってこと？違う。まあ、5五歩は全然 OK ですね。角打ちファイヤーはないのか。角打ちファイヤーがないのかちょっと考えていきたい。ないか。てかこれ桂馬飛びでよくない？行ってしまおう。で、歩持ってないんで相手打てないから、どうなんすかっていう。これ形がいいから、こっち勝ちじゃない？早いか勝ちっていうのは早いか。まあちょっと玉が置こうかな。うわ、マジで。マジですか？怖えな、なんか。なんか怖えな。状況怖いな。大丈夫かな？飛車浮く。それどうすんの？なんかあるこれ。ね。考えたいのは4一角なんですけど、相手の猛攻に耐えられない可能性があるっすね。歩突くか。で、桂馬なってくるんですよ、これ。桂馬なってきたときに、飛車を1個置いといて、で、まあ、と金寄ってきたら、4五銀でもう攻める。うん、これも攻める。行くしかない。これどうしようかな。この辺この辺で一旦話を収めませんかここいらで。どうすかな。まあ拠点取るのがいいんかな。まあ、強者とか取られるんかな。違うね。金打つ。これはしょうがない。金打つ。1分。馬消しに行きたいところではある。けど、それができないかな。あ、馬消せるわ。こんな手があった。これ、どうヒート取りたいですね。一回歩を打っといてからの戻ってなんかないのか。下から書くか。こういう時の下から書くでふーってこれどうされる。夜はさ積むんじゃない。これ積んだ。よし勝った。おっしゃー、引いたら角成りまでですね。よし決まりました。ありがとうございました。3段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ三間飛車よろしくお願いします。三間飛車ね、何しようかな。キモキモでいくか。キモキモ金。おし出た。キモキモ金よろしくお願いします。これ相振り飛車、相振り飛車の形。あ、金寄るんだったっけ。これ間違えたか。金寄らないといけなかったかも。これ間に合ってないぞ何のための金出たんだか間に合ってないじゃないか。何やってんだか2分30秒。まだ負けたわけじゃない。大丈夫だいやー、キモキモ金出すだけで満足しちゃう感じね。いいですねこれはくっついていこう。まあ戦い方はあんまりよく知らないんですけど、まあなんとかなるんじゃないかなっていうのが個人的な感想。何やってんの。なんか変な感じですね。打つこう。これ次角成りからの歩突きがやばいんじゃないかなっていう恐れがあります。これ相手放置できないんじゃないかな。角成りとかじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。ほう、ああ、紐つかしたんか。銀に紐つかしたんか。そういう手か。2分、1回交換。ちょっと1回おとなしく引いておきましょう。でですよ、角打ちみたいな手がありそうなんですよね。角交換した後に角交換しまして6五角みたいな手でどうすかね。これなんだ、これはなんだ、よくわからん。あー、なるほど。はい、そういうことか。これ取ると、角交換からの、6四角打ち。なるほど。それはまずいな。角交換もこっちから行こう。こっちから行くぞ。1分30秒。で、まあ、受けてくるからの4五金と出て、ちょっとキモキモ金やってる感を出す。それでいきましょう。まあこれどっちにしてもキモキモ金やってる感が出ました。完璧ですね。これ取る。取る1。詰めろなんでね。で、先ほどの6四角の筋が見えなくもないんですけど、それをどうするかですね。これはおとなしく引くか。金取られるんかな。あ、放置か。コーチングミサイルか。ちょっと一回取るか。え？マジ？金も銀もタダだけど。1分。そんな手ある？こっち取るわ。ミスったんかな。あ、ミスった可能性はあるな。取り損ねたみたいな。うん。なんか相手ミスったっぽいな、これ。こうなると切らしにかかるのがいいんですよね、おそらく。うん、これ切らしにかかってどうすかね。困ってるっぽいな、お相手の手的に。これ割り打ちの銀が、割り打ちの銀。でもなんか微妙だな。あー、でも角切りからもういっちゃうのがいいかも。いっちゃおう。うん。30秒。角打ちか。一回こうして。なんだこれ。桂馬打つと。間違えたんかな。間違えたんかな。角打ち。避けるぐらい。あー、いいのか。大丈夫大丈夫、これ大丈夫だな。これで詰みかな。詰んでない、詰んでない。やばい、詰んでなかった。今詰んでなかった気がする。詰みました。素晴らしか将棋でした。危ねえ。ありがとうございました。